皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、8月の15日11時40分、終戦記念日です。台風についてなんですが、台風7号、だいぶちょっとね、うまく物事が進んでないです。まあ被害は出てない、今のところ。私の調べてるニュースの内容では24時間つきっきりじゃないんで、後から情報が上がってきたりしますんで、今のところ河川の氾濫等、は発生してないはずです。もうちょっと様子見なきゃ分かりませんけども、今、その台風が淡路島あたりに、中心部があるんですが、兵庫県に住んでいます。で、距離はそこそこ離れてるとはいえ、風はあんまり大したことないですね。テレビで放送してるほどの風の力は感じられません。で、雨の量も、別段、普通の雨ぐらいですね。ちょっと多めの雨ぐらいで、長靴履けば全然大したことないと。この程度だったら、被害ないだろうなっていうのが、見込めますね。大体、自分の生きてきた経験で分かります。で、本当は、もう少し台風を北東の方に風吹かせて、新潟の方へね、向かわせるような形で、予想進路図もね、コンピューターも淡井圭介の音声を聞いて、判断して、スーパーコンピューター K や富岳はもともと AI が搭載されてますから、進路図を予想図をこう描いてという形にしてくれてはいたんですけども、ちょっとね、北西の方にずれてきてますね。岡山県、兵庫県もしくは岡山県に上陸して日本海に抜ける頃には熱帯低気圧に変わると、こういうような状況と思われます、今のところは。本当はね、予想進路図が描いてたような形で、ちょっと新潟の方に行ってもらわなかったら、ちょっとね、気象が変なんですよ、新潟の方だけ。米どころでもあるんですけども、秋田県もそうですけども、米どころなんですけども、新潟県の方はね、今、かなり雨が降ってないんですよ。新潟県という県だけで。なぜかというと、近隣である東海のね、愛知県とか、あの辺りとか線状降水帯とかで大雨とか降ってたでしょ。夏場は南風が吹いてるんだろうなんだろうっていうことをテレビで散々放送してるのに、そうしたら北の方に流れ行くじゃないっていうのが僕からの持論なんですよ。元の話はそうだったでしょ。もしくは北風だったとしても、寒気がなだれ込んできた時に、雨が降ると。そういうふうな現象は、気象予報士、アナウンサー、気象アナウンサーの人が言ってますよね、テレビで。で、実際テレビで、現実的にそういう映像、雨が降ってるところ放送されてますんで、ちょっと変なんですよね。雲の動きとか雨の降ってる位置を見ると、新潟県のところだけ、変に、高気圧が張り出すというか、なんか変ですね。周りの都道府県は雨降ってるんですよ。だけどそこだけ雨降ってない。で、ちょっとその農作物がピンチですね。河川が、数週間前から干上がってるところは干上がっていて、水が、流れてないんですよ。で、ダムの貯水量もかなり低下していると。これ政府へのご相談なんですけども、汚染水、処理した、浄水水なんですけども、あの水を海洋放出するぐらいだったら、秋田県の畑に流しませんかっていうのが僕の、提案です。もう実質的にあれだけのことを行って、もう見た目でね、無色透明だったら絶対大丈夫です。あかんっていう声が今聞こえてきましたけど、もうそんな子供の声、もうどうでもいい。どこの国、もう自分の名前名乗り、部署と、電波で今言える、淡井圭介に伝えれる、その後聞こえてきてないよ。こっちで聞くけど、誰？どこの時間軸？2000何年の誰？言ってみ。もう何も言わんようになった。もう実力がない。
どうせデモとか誰か分かったらどうしようね、連中や。科学的根拠こちらにはありますから、まあ、あれは浄水でいいんです。東日本大震災、ね、原発のあの、まあ、処理水、まあ、浄水でいいんです。浄水したあの水を、新潟県の、畑などに持っていくと。まあ、もうこの今回の台風で、まあ、近畿に関しては、まあ、水はそれなりの貯水量は、まあ、見込めますと。まあ、三重和歌山に関してはまず大丈夫でしょうね。まあ、兵庫県も、まあ、まとまった雨がある程度は降ってますから、まあ、大丈夫だとは思うんですよね。もうあんまり大したことない台風になってますから。で、もう普通の雨の日ぐらいのレベルになってますからね。中心地のところはちょっと違うでしょうけど、その今のね、淡路島のところ。あ、もうそこ抜けてしまったら、岡山県に上陸しようが、兵庫県に上陸しようが、橋の方のね、絶対大丈夫です。そういうふうな、水を、ただ単に海に流すだけじゃなくて、せっかく塩分もなくなってるんですから、塩分もなくなってるでしょ。秋田県の、秋田県じゃない、新潟県のその干上がってる、畑とかに、水回しましょう。大型のタンクローリーだったら、まあ、たくさん入るものだったら、3万1000リットル、入ります。で、まあ、僕は灯油の巡回販売とかで行ってたタンクローリーは、まあ、3600リッターだとか、4000リッターだとか、まあ、そういうふうなタンクローリーだったんですけども、まあ、現地でね、現地までは大型で運んで、現地はそういうふうな普通車のタンクローリーに乗せ替えて、まあ、轍とかあるでしょうから、大型では入れないっていうところ、入ったはいいけど、出てこれないみたいな形になっちゃいますから、まあ、まあ、畑によってはね、もう大型から直接畑に流し込んでしまえば、まあ、そこはまあ水田みたいな形になって、まあ、水が賄えると。まあ、そういうふうな形で動かれた方がいいでしょうね。ちょっとね、新潟県の状況は変ですね。まあ、せっかくの米どころですからね。まあ、海に放出するのはもったいないんで、水も貴重な資源ですから。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。